さあこれより第2クォーターが再開されます。今度は攻守変わりまして大阪府警、画面向かって左から右に攻める格好になります。ボールオンは自陣21ヤードからサードダウン残り1ヤード。さあ中央突破によりこの攻撃権更新を図りましたが、さあこの判定を待ちましょう。ここでレフリータイムアウトを取られます。レフリータイムアウトによりチェーンにより実測をいたします。この前進距離が非常に微妙な位置であるため目測でなくチェーンそのものをフィールド内に持ち込みその距離が到達したかどうか実測いたします。攻撃権更新です。大阪府警ファーストダウン、先ほどの中央へのランプレーにより大阪府警見事に攻撃権更新といたしました。大阪府警ファーストダウンです。見事中央へのランプレーで大阪府警まず攻撃権更新を果たしました。ボールオン自陣23ヤードから大阪府警ファーストダウン10に入ります。さあ中央でランプレー、ランニングバック17番相手ディフェンス飛び越え約3ヤードのゲインとしました。さあ攻撃権を一つ更新したことで大阪府警に活気が出てまいりましたようです。大阪府警自陣27ヤードからセカンドダウン7。パス成功、ファーストクォーターバック4番、ここでリードオプションフェイクでワイドレシーバー18番にパス、これを見事18番ディフェンスに競り合いながらキャッチし攻撃権更新です。大阪府警ファーストパスを通したクォーターバック4番は角鹿島高校出身、取りました選手は18番の選手でした。見事なパスプレーで大阪府警攻撃権更新としています。大阪府警自陣39ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストクォーターバック4番、ここでプレイアクションのロングパス、ハンドオフェイから右オープンへのブーズゼックのネイキッド、そしてこの状態からプレッシャー浴びつつワイドレシーバー16番にパスを通しまして攻撃権更新です。大阪府警ファーストダウン。クォーターバック4番は角鹿島高校出身、取りましたワイドレシーバー16番は内田、九州産業大学出身のプレイヤーです。さあこれにより相手陣40ヤードに入っての大阪府警ファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、キャリア17番タックル受けながらセカンドへフォートで約5ヤードのゲインとしています。大阪府警相手陣35ヤードからセカンドダウン5。
さあここでフルバックのダイブプレー、密集点をキャリア31番に走らせました。このラン効果あり、約4ヤードのゲインとしています。キャリア31番は東、京都産業大学出身の高知県人のプレイヤーです。大阪府警相手陣31ヤードからサードダウン、残り1ヤード。クォーターバックスリーク、クォーターバック自ら体を中央にねじ込んで攻撃権更新としました。大阪府警ファースター、見事な判断で攻撃権更新しました。大阪府警クォーターバック4番は角、芦間高校出身。大阪府警相手陣28ヤードに入りまして、この位置からのファーストダウン10に入ります。さあフルバックのダイブプレー、キャリア31番、相手ディフェンスの中に突っ込んでいきました。約2ヤードのゲインとしています。31番は東、京都産業大学出身。大阪府警相手陣26ヤードからセカンドダウン8。さあここでランニング枠17番にトスをして左オープンのスイープレーを図りました。しかしこれは磯野も反応し、このランプレーによるゲインを2ヤードにとどめています。失礼、ゲインは1ヤードに訂正します。大阪府警サードダウン7の状況となりました。大阪府警相手陣25ヤードからサードダウン7、攻撃権更新までの必要距離は7ヤード、エンドゾーンまでは25ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック4番プレイアクションから右にネイキッドしながらワイドレシーバー16番へのパスを投じました。しかしこれはカバーされていたためパス不成功に終わっています。ダウン一つ進みましてフォースダウンに変わります。ここで大阪府警前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。画面上チーム名の下側に黄色いバーを表示しております。このバーの数がタイムアウトの残り個数とご承知ください。まずここで大阪府警最後の攻撃権フォースダウンをいかな形で選択するか、ここで一旦作戦を取るためタイムアウトを取りました。大阪府警タイムアウト解けます。相手陣25ヤード、大阪府警フォースダウン7。
プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。ここで7ヤード前進しないと攻守交代になります。大阪府警最後の攻撃に出ます。フォースダウンギャンブル。パス不成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィード上に黄色いウエスが落ちますと、これは反則発生を意味します。この反則がいずれにあったか、まもなく審判からコールされます。オフェンスの反則です。パスインターフェア。マイパスが浮いている間に相手選手に接触し妨害しました。マイパスが浮いている間は双方ともに基本的には接触をしてはいけません。今回はオフェンス側がその反則を犯しましたが、この反則を磯野は取りません。プレーそのものがパス失敗で成立したということにし、フォースダウン終了としました。したがって大阪府警4回目の攻撃失敗により攻守交代です。ターンオーバー。さあ大阪府警の猛攻を磯野しのぎまして、自陣25ヤードからファーストダウン点の攻撃に入ります。大阪府警ナイスディフェンス。ここで磯野はランニングバック22番に右オープン展開を図らせましたが、これを読んで大阪府警6番が見事なチャージを決めまして、約5ヤードロストしています。素晴らしいディフェンスをしました大阪府警の6番は平石、流通科学大学出身。さあ磯野5ヤード下げられまして、自陣20ヤードからセカンドダウン15。さあここで磯野一旦外へ振りました。クォーターバック18番、ワイドレシーバー11番にヒッチパスを投じ、横パスからオープン縦に上がらせようという展開をしました。しかしこれによるゲインは約1ヤードにとどまっています。パスを取りましたワイドレシーバー11番は松永、四日市大学出身のプレーヤーです。磯野自陣21ヤードからサードダウン14。磯野ナイスランファースター。ランニングバック25番、ハンドオフを受け右オープン展開しようとしましたが、この時で相手のディフェンス、大阪府警のディフェンス、素晴らしいチャージをかけ、あわやロスプレーになるかと思いましたが、これをまくり、そのままタックル受けながら右オープン展開し、攻撃権更新出しました。磯野ファースター。素晴らしいランを決めたのは、そのスーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身のプレイヤーです。ここで磯野スーパースターズ、前半1回目のタイムアウトを取りました。大阪府警この第2クォーターに入りまして、素晴らしい攻守を見せ、磯野スーパースターズを圧倒するシーン多々ありますが、しかし磯野スーパースターズ、これをなんとかまくる形で回避し、現在攻撃を継続しております。ボールオン自陣35ヤード、試合時間残り2分3秒の状況になっています。失礼しました、試合時間は前半残り2分3秒です。この時間内に得点を挙げないと、現在のポジショニング、そしてタイムアウトの消費はすべて一旦リセットとなります。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。磯野スーパースターズ自陣35ヤードからファーストダウン点。
ス不成功。クォーターバック16番プレッシャー浴びながらロングパス、しかしこれはアウェア、インターセプトという非常に危険な状況になりました。しかし幸いながらこれはパス不成功に終わっています。磯野自陣35ヤードからセカンダウン10、前半残り時間は1分52秒。パス成功、ファースター。クォーターバック18番、ここでワイドレシーバー84番にパス。これを取った84番。見事に独走、大きく前進し攻撃権更新としました。磯野ファースター投じました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。取りましたワイドレシーバー84番は花木、岐阜大学出身の、この岐阜大コンビが見事に攻撃権更新を果たしました。さあ磯野相手陣31ヤードからファーストダウン10です。QB サーク。ここで再び磯野パスを投じようとしましたが、ここで大阪府警6番が猛追し、クォーターバックサーク、クォーターバックサーク、パスを投じる前にこのプレーを食い止めました。クォーターバックを決めましたのは大阪府警6番、平石、流通科学大学出身のプレーヤーです。現在フィールド上には負傷者発生によるレフェリーによるタイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。磯野先ほどの QB サックにより相手陣34ヤードからセカンドダウン12で試合再開です。時計は回っております。前半残り時間1分を切ります。パス不成功。クォーターバック18番プレッシャー浴びながらワイドレシーバー11番へのパスを投じましたが、この11番カバーされていたためパス不成功に終わっています。パス失敗ですとここで一旦時計は止まります。しかし攻撃権は一つ失い、磯野サードダウンの状況となります。磯野相手陣33ヤードからサードダウン12、前半残り時間は50秒。QB サーク。ここで再びパスを投じようとしましたがタイミング合わず、それを大阪府警76番が QB サックしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。この反則により5ヤード抜退、したがってオフェンス5ヤード前進となります。先ほどのプレーそのものはなかった形になります。さあこれによりまして磯野相手陣29ヤードからサードダウン7、前半残り時間は
礼しました、時計回っております。残り30秒を切りました。インターセプト、ターンオーバー。ここで磯野はロングパスを投じましたが、このパスを取ったのは大阪府警4番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのは大阪府警の4番角、本日クォーターバックも兼任しております角が見事インターセプトを決めました。芦島高校出身。さあ攻撃権は変わりまして大阪府警となります。大阪府警自陣23ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は14秒です。インターセプト。ここで大阪府警はあえてロングパスにより攻撃権更新を図りました。しかしこのパスは取りましたのは磯野スーパースターズ88番、したがってインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトをしましたのは磯野スーパースターズ88番の津田、鳥取大学出身のルーキーです。さあ前半残り2秒で磯野は自陣40ヤードからの攻撃を終えました。このワンプレー果たしてどのような選択をするでしょうか。磯野自陣40ヤードからファーストダウン10。2ダウン、ここは膝をつきランプレーとして時間を消化しました。ここで前半終了です。前半終えまして磯野スーパースターズ7点、大阪府警シールズ0点、磯野ワンタッチダウンリードで前半戦終了となります。